放送当時デカブレイクが追加選手になるのはいつ知らされましたか。ヘルス3兄弟の時は面識ありましたか。友和が入ってくる、まあ有田鉄幹ことデカブレイク、そして吉田友和が入ってくるっていうのは多分ですけど、撮影する1ヶ月あるかないかぐらいやったと思いますね。夏前やった気します。なんかちょっと忘れちゃったんですけど、でもその撮影しますよっていうのが、友和が入ってきたのは確か22とかぐらいだったと思うんですけど、それのなんか17話ぐらいとかの時に多分聞いてるはずですね。17、8話ぐらいの時。